派閥戦争始まります。今回竜宮院ウランと姫選挙で戦うんだけど、これ派閥争いなんだよね。一応あのウランは保守派って言って、この学園からあの男子を追放したい人で、で湊くんはその逆なんだよね。男子と女子一緒に何かをこうやっていきたいみたいな、こう学園を盛り上げていきたいっていう。だからその二派同士の争いっていうのが今から始まります。行動にエルメスさんの歌声と歓声が響き合う中、あ、何前座やってくれてんの、俺たちの姫選挙エルメスが。激しいダンスを踊りつつの熱唱、かなり人疲労しているだろうにもかかわらず、決して口パクではない。ジェントルいるんだっけ。あ、ジェントルガールズか。やっぱ男いないんだな。本日票を奪い合うのは学園一由緒正しい家系のミラクルウルトラスーパーお嬢様、姫巫女のウランちゃんと、前回の姫選挙では男子部と結託するユニークなアピールを見せてくれた戦姫のエリカちゃん。どっちもすっごくすっごーく可愛い二人だけど、今日はどちらが可愛いか白黒つけなきゃいけない。そうだね。でもこれね、なん、あ、その派閥争いとかっていう話もあるんだけど、結局は女性に憧れる女性にならないといけないわけで、だからあのリカコみたいなね、そういう女にならないと。女性に憧れる、男から全く何がいいのかわからないみたいな、そういう感じの女性にならないと。だからリカコだね、まさに。エリカさんったら随分と緊張されているようですわね。あ、すぐに楽にして差し上げますから、ご安心くださいまし。すぐ楽にしてやる、矢上伊織じゃん。じゃあ改めて姫選挙のルールを説明しちゃうね。今からエリカちゃんとウランちゃんには交互に舞がテーマのアピールを自由にしてもらうよ。舞って何、知らぬ舞。アピールを5セット繰り返した結果、たくさん投票されていた方の勝ち。あ、舞と同じか。じゃあ投票の比率はステージ上のってことは5回なんかあの言葉選ぶ謎のモードに移行するのかな、あのモード移行へ。最後まで何が起こるかわからないから、二人ともサイの子、サイの子ですね。それじゃあアピールタイムの始まり始まり。いやー、これ前ってどうやる、何やるんだろうな。もうサイの角のようにただひたすら前に進むしかないな。これはステージ上に残される僕とウラン、睨み合いつつも互いになかなか牽制をしちゃっている。その理由は先ほどまで、あー、なるほど、エルメスさんのライブを、していた影響か。前回にも増して会場の熱気が強い。今観客の頭の中にはエルメスさんの強烈なパフォーマンスが脳裏に焼き付いているはず。半端なパフォーマンスをすれば落胆は免れない。前座がメインを食ってんじゃねえか。だとしたらお先にごめん、遊ばせ。マジか。僕の躊躇を見透かすようにステージの前へと歩み出る。背中を見つめると同時に僕は息を呑む。一本の青竹みたいに足先から首筋にかけてまっすぐに伸びている。ただ歩いてるだけだというのにその姿は見とれてしまうほどの花があった。本日六花亭だな。お集まりいただき感謝いたしますわ。姫巫女の名にかけて皆様に至高の舞をお見せすることを約束いたしましょう。日本舞踊かな。だとしたら一礼からの日礼。角度は45度。意外と難しいんだよね、綺麗にまずその直立するっていうことが。微妙になんか肩がさ曲がってたりとかすんのよ。これ誰しもがそうなんだけど、教養の授業で先行が言っていた。あ、やっぱ日本舞踊か。姿勢ね、いや本当に姿勢っていうのは難しいですよ。ピンコ立ちさせるのは披露する舞踊も基礎の基礎。え、
ユリア学園の授業でも習う範囲といたしました。え、その分姫巫女としての私に求められる全てを体現する所存ですので覚悟してくださいまし。あ、でもまだちょっとはね、まだこれなら勝てる可能性は全然ある。開始の挨拶をしただけ、あ、そうか、挨拶しただけか、これでか、早っ。そっかそっか、そういうことか、挨拶でこの差か。まあ、こっち何もしてないからね。まあまあまあ、軽いジャブといったところでしょう。来た、ダリアさんから学んだ挨拶。ちょっと待って、どれだっけ、ヤマトなでしこハグ、土下座か。いや違うな、絶対違うな、ダメ、しんない、これしんどい、フレンチキスでもない、みんなち、これ誰のだ、あ、これアキラの声だ。お辞儀をするんだ、これ誰の声だ、わかんない、エリカしっかりしな。ヒュー、これヒューか、英国式の挨拶、待って、どれだっけな、何学んだっけ、驚愕派の犬め、あ、こういうふうに罵られてるわ、反対派から。これかな、英国式の挨拶、これだったかな、フェアラビゼ、サンジの技みたい。素敵なご挨拶をありがとうございます。ウランさんの両腕に手を添え、その方に自分の方をくっつけて唇でキスの音を出す、ブチュってやつだね。それを両方の方にそれぞれ行って、そっと距離を取る。素敵なお辞儀を見せていただいたので、私の留学していた国のマナーでお返ししました。挑発してんのか。ダリアさんならともかく、エリカさんがそのような西洋式の挨拶をされるなんて、さすがに予想外でしたわ。ちなみにウランは、あの、本気で女の人を好きになる、そっち系の人です。そっち系の人です。エリカさん、慎み深いあなたがあのような大胆な行動に出るなんて、それほど本気ということですね。みんないい方向に取ってくれるんだよな。私も本気で挑みましょう。目の色変わった。出し惜しみなどいたしません。覚醒する、輝き出す、来た、本気を出したことが来た。トグロ 80% 期待外れだね。来た、みんなさ、照明の人とさ、あれは根回ししてるような。リラの時もそうだったな。ステージの中央へとスポットライトが向けられる。来た、天井から降り注ぐ紙吹雪、舞台役者みたいだな。マジか、和傘を手にしたウランさんの姿、手にしたその傘は通常なら和紙が貼られる古書にぼかしが入っていて向こうが透けて見える。いつだったかウランさんが教えてくれた日本舞踊、そうか、踊る時の用の傘、そういうのがあるんだ、知らんかった。手をひらりひらりと揺らめかせ、傘の外へと手を伸ばす、そっと神戸を上げる、紙吹雪をそっと手のひらで受け止めて、どこか悲しげに微笑む。動作はごくわずか、エルメスさんの見る者の心を踊らせるダンスとは全く違う。その奥の背景を、物語を感じ取らせる舞踊、まさに今回の舞、あ、舞じゃねえ、舞か、舞というテーマにぴったりなアピールだ。これは上方舞と呼ばれる数ある日本舞踊の中でも三味線の音色が美しい地唄に乗せ人の思いを表現する様が特徴的とされるものです。今思うとすごい髪型だな、これ篠原と思う人が昔こんな髪型してそうだな。大丈夫かこれ、シノラーか。諭すように穏やかな口調で観客たちに語りかけていく。歌の名前は妖雪。来た、露雪。若くして死に別れた夫を思う女性が儚く溶けていく粉雪に夫の姿を重ね、自分を置いて移ろいゆく世界への恨みが歌われています。これ井浦新が多分見てたら息を飲むんだろうね、呼吸することを忘れるんだろうね。露雪の屏風見て呼吸することを忘れてたからね、彼どれほど涙を流しても己を悔いても
すべては無意となるのです。これに勝つのか俺は。今一度私は皆さんに問います。ユリア学園という愛すべき鳥かごを世に明け放ってよろしいのでしょうか。だからいわゆるだから男が入ってきてよろしいのでしょうかっていう、そういうことはね、耐え難きを耐え行け、ドローすり諦めず生きろ。ウランさんが問いかけると同時に前の動きが止まる。やばい、これ点数変わるぞ。ユリア学園を愛する者の点数変わる。これは私はかけがえのない伝統を守りたい、保守派ってやつですね。その思いを込めてまいました。ゲーム上でそういう風に言われてました、保守派っていう風に。皆さんに届くこと。いやもうそれでいいと思うけどね、女子学園でいいと思うけど、女子校で。以上で私の演舞は終了します。ご鑑賞ありがとうございました。男とか入れる必要なくね。うん、これはもうウラン勝ちでいいです。そうです、オッケー。いやダメなんだよ、ここで負けたらもう終わりなんだよ。エリカが危なかった、一瞬惑わされた。俺ライブによる単純な熱狂ではない、独特な季節、名作映画を見終わった後のスタンディングオナベーションであった。あ、やばい、これはまずいぞ。こっからどう盛り返していくんだ。劣勢の空気の中、僕はステージの中央へと立つ。僕の知る中で最も魅力的なダンスを踊れるあの人の顔を思い浮かべる。え、誰だ？うん、誰だ？僕の知る最もダンスの上手い人は、ちょっと待って、ストップストップ。比喩ではない、比喩ではない。いや、ダリアでは、ダリア踊らないよ。あいつは武闘派だ。ブランス様、出勤。俺の番だっつってね。エリカ、ビビンな、これ誰の声だ？リラか。いや、リラ踊ったとこ見たことないな。満足ですわ、これ誰？もっと賑やかなダンスの方がいいな。お、ぼやいてるやつがいるぞ。ぼやいてるやつがいる。保守派万歳。やばい。パパイヤ、誰パパイヤ総兵って。あ、エルメスか。エルメスかな、エルメ、あー、間違った。いや、多分エルメスだと思うわ。もう一回来い、もう一回来い、もう一回来い、もう一回来い。頼む、頼む、頼む。もう一回来い。時間がない、時間がない。早くしてくれ。多分エルメスだわ。選択ミスったら、あの時間がなくなります。危ない。あぶねえ。会場がざわつく。先ほどまでエルメスさんが歌っていた彼女の代表曲、え、同じ曲踊るの？大丈夫か。そっくりに魔法し始める。大丈夫かなこれ。あら、観客からの拍手はまばら。あれ、何にも変わってないじゃん。どうしたんですか？何ですか、エリカさん。怒られちゃった。あなたらしくありませんよ。怒られちゃった。つい先ほどエルメス様ご自身の踊りを見たばかりだというのに、そのまま模倣を行うだなんて評価されなくて当然。当たり前ですのよ。どうするんですの？変わり映えしないものに人の心。説教されてる。ダメ出しめちゃくちゃ受けてる。保守派のウランさんに。そう言っていただけると嬉しいですね。確かに。うわ、言葉が返ってきた。ブーメランになってきた。それは言いがかりですわ。本当そうですわ。意義があるかどうかが大切なのです。そうですわ、それはそれ、これはこれですわ。はい、その通りだと思います。上げ足を取らないでほしいですの。なので今から私は意義のある変化を表現したいと思います。何をするんだ。エルメスのモノマネでは評価されないことは分かっていた。計算のうちか。マジか。変化をもたらせる。僕にしか組み込めない変化。なんだその変化とは一体。あ、来た。うわー、なんだろう。また問いかけてくるプレイヤーに。僕にしか組み込めない変化。さあ、ショータイム。違う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 。ん？あ、アキラの声が。ジャンプ力？変化でしょ。もともと持ってるもんだね、変化。え、身体能力だから、それ変化じゃないよな。なんだ、誰の話、誰の言葉、これ六条オーガがいない。一本強い逮捕術。今回のゲームのこのショーのテーマってこれだよな。驚愕か保守派かってこと、多分これだろ。来た、
読んだ。今回のテーマ舞じゃないんだよ。今回のテーマは驚愕になるかならないかなんだよ。今のダンスはいかがだったでしょうか。そっか、六条王がいないって、もしかしたらこれ王が来るのか。私ではいくら努力してもエルメスさんの一緒に踊るとかそういう感じかな。どうしても届かないと感じました。ヒントなのかな。あれ、ちなみに俺アキラが一番好きだわ。自分なりのアレンジを加えることにしたんです。ミナト君とアキラが会話してる時が一番好き。一番落ち着く。穏やかじゃないもん基本的にこの物語。なんだ、あ、やっぱりか。あなたがなぜこの舞台に。今度は私と王が来ました。先ほどのダンスを踊るためです。来た、コラボフィーチャリング。来た、フィーチャリング。プロデューサーバイ。さあ俺様たちの変化を見せつけてやろうではないか。ええ、行きましょう。スカイラブハリケーン来るか。オーガ君と僕は二人で一緒に来て。やっぱそうなのか。え、何これ。基本は先ほどと同じ振り付け。ただ二人で手をつなぎながら腕を組む。二人で動きを合わせて踊れるようダンス好きの生徒の協力も得てアレンジを加えている。あ、二人の足が交差するようにスピン。え、どういう感じなんだ。頭で描けない。手をつないだまま二人で一緒に天に向かってピース、トリース。背中を支えてもらって髪が地面に触れるくらい体をスウェイ。僕が元気にジャンプ。ちょっと待って、ウィッグつけてんだよね。そんなこんな動きしてさ取れないのカツラって。一光さんに聞きたいわ。え、私ですかって言われちゃいそうだけど。どよめき立っていた会場が静まり返っていく。一人で踊っていた時より周囲を見渡す余裕があるおかげで観客席の皆さんがちゃんと僕らのダンスを見てくれていることがよくわかる。オーガ君にもちゃんと見えている。嬉しそうに微笑みかけてくれた。へえ、これは勝ったか。いや、どうなんだ、これ勝てるのか。これ暴れ馬みたいな鼓動を気合で抑え込む。僕はタイミングを見計らった。え、ここで何を問いかけてくるんだ。タイミングを見計らおう。何これ、あ、合うって何これ今か、焦るな。何これ何これ何これ。大体全部同じじゃんこれ。落ち着け。今か、今しかない。何これ、合うって何これ。合うってこれ何なのこれ。何だこれ、合うって何語よこれ。誰の言葉よこれ。あ、待って待って、今だってのがある。一つだけ、これか。何これ、ウォーリーを探せみたいの。今だを探せになってる。今だを。僕の体を抱えると同時に勢いよくスピン。来た、青い火柱、それが走る。会場に静寂が満ちる中、オーガ君とステージ中央のマイクの前へと歩み寄る。二人でお辞儀。何かを変える行為には勇気が伴います。しかもその勇気が功を奏すかどうかは誰にも分かりません。この学園の伝統も、女子部の皆さんも男子部の皆さんも、私にとっては全てが大切な存在ですから。以上でこの私、戦エリカのアピールを終了とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。終了。来た、結果発表。最終結果を発表するよ。ハマちゃんの声で聞こえてくる。結果発表。投票結果の映ったスクリーン。するとなんと、得票率はウランさんが 45% に対してエリカちゃんが 55%。 僅差ですね。まさにまさに僅差ですね。接戦を制したのは戦エリカちゃんです。でもこれであれか、驚愕派肯定し、いやでもさ、そっか今回の演劇か、それをあの男子も込みでやるかやらないかっていう話だったもんな。そうださ、学校の方針を決める話ではなかったんだ。愛する我が娘たちよ。以前に話した通り、これオーガだよね。町へ行ってくるぞ。何か
オーガが女役やってんのか、ミュージカル。さあ、愛しいベル。エリカって誰だっけ？たちのようにお前の願いも。あ、エリカってあれだよな、ミナト君だよな。こんな声出してんの。普段尽くしてくれているお前のために。腐っても姫だろ。鮮やかなお返しをしたいのだ。姫がナレーションやってんのか。そうですね。え？それではバラを一輪お願いできますでしょうか、お父様。ベル役を演じているのはまさか六条王が。あの高慢ちきな男が女装をして声まで変えているというのですか。私以外にも気づいた方は少なくないようで、観客席が徐々にどよめき始める。なるほど、美女と野獣なんだよね。誰が野獣やるんでしょう。ってなるともう、え、貴様、俺様の屋敷に無断で寝泊まりをするどころか、命よりも大切なバラを盗もうとするとは、なんという恩知らずだ。この前金曜ロードショーでやってたな。そういえば男子生徒が女性を、女子生徒が男性を演じるという奇妙な配役だというのに、全然不和が生まれていないのです。最初は困惑の色が濃厚だった観客席も、気づけば観客たちがみんな食い入るように舞台上の登場人物たちを見つめる。このような舞台はエリカさん以外には決して実現しえなかったことでしょう。いえ、エリカさんだけではありませんね。素晴らしいのはエリカさんだけではありません。この舞台を実現するには関わる皆さん全員が心を通わせる必要があるのですから。エリカさんのクラスにも保守派の生徒結構いたんだよね。だから結構だね、圧力が生まれたんですけれども、それを全部エリカさんが一人で。場面は移り、物語終盤、ヒュー君熱演してます。ずっとずっと自分の望みばかりを押し付けていた俺が、最後に一つ愛する君の願いを叶えられたのだ。さあ、笑っておくれ、笑っておくれ、ベル。君のその可憐な笑顔に見とられるのであれば、死も怖くはないさ。いえ、死んではなりません。あなたは私の夫として、いつまでも生きなければならないのですから。さあ、この愛を受け取ってくださいまし。野獣の手にベルが触れ、その手の甲にそっと口づけをしました。そういえばさ、なんかロミオとジュリエットをさ、あの逆、性別逆でなんか演じるみたいなのさ、なんかのアニメでやってたよな。なんだか息子みたいなやつ、俺それ見た記憶あるな。放浪息子かなんか忘れたけど。この後の結末はまさしく王道。きっと元の王子様に戻った姿に戻ったヒューさんがオーガさんと結ばれて終わるのでしょう。ヒューさんがどのような衣装に着替えるのか楽しみにしていると、徐々に薄れていく煙の中から人影が舞台の前へと歩み出る。え、言葉を失いました。なぜならば、愛しのベル、こんな私を愛してくれてありがとう。ヒューはどこ行った？野獣役、いいところは全部エリカ。さすがヒュー。どうして？君のおかげさ。君の愛の力で魔女の魔法が解けて元の姿に戻ることができたんだよ。私はこの恩を一生分の愛で返したい。私の愛を君は受け入れてくれるかい？受け入れてくれるのなら、私のこの手を取り、愛のワルツを踊ってくれ。突然の事態を飲み込めず、私は放心してしまいました。手は自然とエリカさんの手に重なって、彼女に手を引かれるままステージへと登っていきます。あ、ウランが、なるほど、今ステージの上に招待されてるってこと？そういうことか。いつの間にかウランもこの舞台の登場人物の一人になってる。
さんとの姫選挙がなければ、きっと私は保守派の皆さんの苦悩を知らずに、ずっとのんきに学園生活を過ごしていたと思います。サプライズだ。今こうしてみんなで笑って舞台に立つことができているのは、ウランさんと競い合えたおかげです。だからどうしてもウランさんにこの舞台を見てほしかったんです。身勝手な願いでごめんなさい。演技がかったエリカさんのキザなセリフに思わず吹き出してしまいました。意外と欲張りな野獣さんなのですね。ええ、構いませんわ。この顔も愛もあなたにすべて捧げましょう。今だけと言わず永久にずっと。どうしたんですか二人とも。こんなところで出会うなんて珍しいですね。エリカさんがちょうど来てくださって助かりましたわ。そうだな、これで白黒はっきりつくというものだ。白黒ゼブラーマン。懐から書類を2枚取り出す。婚姻届、はい、来ました。来ましたね。そういうことか。仲直りしたのか。このような野蛮な猿と婚約するなどありえませんわ。では誰と。なるほど、二人は息を揃えて僕を指さした。後ろに誰かいるのかと思って振り返るけれど誰もいない。すごいな、なんか昭和のボケかましてるな港くん。来たね、このおもてなし。マリファナ、マリファナではないですか。どのような困難があろうとも、すれ違いが起きようとも、やばい、ちょっとおかしな顔になってきてる。ラリってる顔。私の笑顔を独占したいと。安心してくれ、俺様は妄言などで君を困らせたりはしない。その頼もしい言葉にちょっと安心する。オーガ君はちゃんと話を聞いてくれそうだ。なぜならば姫選挙で我々のダンスが竜宮院を打ち倒したあの瞬間に我々は才能が壁を壊す。君のような至高の大和なでしこを探し求めていた。さあ結婚してくれ。ダンス いえあのダンスは別に婚約につながるものではないかと。でかいわにしても本当ウラン君のおっぱいは。恥ずかしがる必要はない。深田恭子の足のサイズぐらいでかい。男女があれほど肌を密着させ心を通わせ多くの観客の心を動かしたのだ。略式の結婚式と言っても過言ではない。俺はエリカ君どっち選ぶんだ。過言